日本語コンテッピ語日本語学習者の皆さんを朝から応援するポッドキャスト今日は朝のタンパク質についてはいはいはい皆さんおはようございます。日本語コンテ朝朝ですね朝だから元気 だけど朝だかから静かにしななけければいけないですよね。まだもしかしたら寝ている人もいるかもしれないでしょう。いやーいないかな。今時時間は朝の8時30分。まあもうほとんどの人は会社に行ってしまったかな学校に行ってしまったかな。 まあでも夜の仕事をね夜のシフトと言いますね夜のシフトのある仕事をしている人もいるかもしれないですよねそういう人はまだ寝てますよねでもあのー、僕はさっき朝ごはん食べましたね朝ごはんにえー、っとご飯、えー、納豆、えー、そして豆腐、まあ、豆腐の 揚げ豆腐というのかな揚げ豆腐の煮物、えー、昨日の晩ご飯の残りですよねまあとにかく納豆と豆腐というタンパク質ですねタンパク質プロテインですねタンパク質タンパク質のあのたくさんある朝ごはんを食べましたご飯は本当に少しだけ食べましたね、えー、ご飯はタンパク質 は少ないですよねご飯にはたくさんの炭水化物、ね、炭水化物カーボハイドリーですね炭水化物が入ってますえー、朝ごはんにたくさんの人たちはどちらかというと炭水化物物が多い食べ物を食べべをますよね例えばトースト、ね、パンですよね。パン バターとジャムとかねえー、人によってはちょっとこうビスケットみたいなものだけを食べたりねビスケットとコーヒーとかねビスケットと紅茶とかパンとコーヒーパンと紅茶よくある朝ごはんですよねクロワッサンとコーヒー。確かに 朝甘いものとか朝炭水化物まあ砂糖のたくさん入ったものですよね炭水化物はまあ砂糖と同じような糖分がたくさん入ってますね糖分というのは砂糖のことですね糖分確かに朝糖分の多い朝ごはんを食べるとちょっとこう目が覚めるような気がしますね糖分 砂糖は脳にいいまあいいというか脳の栄養になりますね,ね栄養ニュートリションですね脳のために栄養になりやすいだから朝コーヒーとクロワッサンを食べるとよし目が覚めてきたと思うでしょうだけどタンパク質がないと 体の本当のエネルギーにはならないし、えー、タンパク質がないと、えー、多分1時間2時間ぐらいするとすぐに栄養ががエネルギーななくなってしまう昼ご飯を食べるのが午後の12時とか1時ぐらいだとすると朝ごはんにビスケットとコーヒーだとまあ多分十分じゃないでしょう。 そしてタンパク質じゃなくて炭水化物ですね。炭水化物はカロリーがとても高い。だからまあ太りやすい。だから気をつけた方がいいですよね。えー、僕はできるだけ朝もタンパク質を取るようにしてます。ね、例えばさっき言ったように納豆とか豆腐。 えー、そして卵もいいですよね肉はちょっと重いからまあ日によってたまにねソーセージとか食べるけどまあいつもじゃないですよねえー、まあ卵は便利ですねとても便利なタンパク質ですねあとはあの牛乳とか、えー、ヨーグルト そういういものはタンパク質がチーズとかねたくさん入ってるしあとは、まあ、牛乳を飲まない人僕はねあんまり牛乳を飲めませんなんかこう大人になって牛乳を飲むのが難しくなりましたお腹が痛くなるんですね、えー、だからほとんどの場合は豆乳、ね、豆乳大豆のミルク豆乳を飲みますそういうミルクですね。コーヒーヒに豆乳を入れて飲む 豆乳にもたくさんのタンパク質が入ってます。はい、というわけで朝ごはん大事ですよね。しっかりと健康的な朝ごはんを食べて、えー、今日も一日頑張っていきましょうというわけで「チャオチャオアストレン。またねまたねまたね」。